これを作って冷凍しておけばおやつとしてね、いつでも食べられると思いますよ。15分でこの美味しさができたらすごくいいと思います。このまま食べても美味しいよ。皆さんこんにちは。いつも YouTube を見てくださってどうもありがとうございます。今日は、さつまいものね、美味しい季節なのでカリカリスティック大学芋を作りたいと思います。これってほら、今コンビニとかでもさ、ちょっとさ、あの一人前で売ってるこうさつまいもがこうスティック状になってて、それで、半解凍でほら食べると冷凍されてるやつ、あの美味しいやつあるじゃない、あれをね今回は作ってみたいと思います。では、材料紹介いきますね。材料ですが、さつまいも、だいたい1本から2本 350g ぐらい、今日はちょっと大きいのが見つかったのでこれ1本でいきますね。はい。それに対して味付けの方は砂糖が、大さじ9杯、蜂蜜が大さじ1杯、そして、お醤油が小さじ1杯、みりんが大さじ1杯、そして最後の、飾る黒ごまが大さじ1杯。はい、これで、カリカリスティック大学芋を作っていきたいと思います。さつまいもはまず、調理していく前にきれいに洗っておいてください。はい、それで水分をねしっかり洗って、あのキッチンペーパーとかでね取っておいてくださいね。はい、では切っていきたいと思います。まず端っこのねところは、このとんがった部分だけは落としちゃって、そして、切り方なんですけど、だいたい1センチ角にしたいので、まあ、端っこの方はねどうしても細くなってるからあれなんですけど、1センチぐらいで斜め切りしていきます。これぐらいかな、スティックだからね。はい、よし、こんな感じでね、はい、よいしょ、1センチぐらいで切ったので、これをまた1センチ角ぐらいにこんな感じで、はい、まあ、あの形にばらつきがあったりとかしても大丈夫です。これから素揚げしていくので、はい、大体1センチ、はい、こんな感じで、大体あのこんな感じ、はい、これを全部ね1センチ角に切っていきますね。さつまいもがさ、あのたくさん売ってる時あるじゃない、こうビニールパックでね。そういう時にどうしようとか思ったら、これを作って冷凍しておけばおやつとしてねいつでも食べられると思いますよ。はい、こういう端っこのこういうちっちゃいところも、まあ、大体半分ぐらいにして使っちゃいましょう。はい、これで包丁とまな板はもう使いません。それでは、次にこの切った、さつまいもを素揚げしていきたいと思います。それではこの、1センチ角に切ったさつまいもを、素揚げしていきたいと思います。まず、油を強火でもう温めてください。揚げ物するときほら180度とかに設定するけど、お芋の場合は設定しない方がいいです。はい、ちょっと強火でガッと温めちゃいますね。で、あとは、揚げたお芋を揚げるこのバット、キッチンペーパーとかこう用意しておいてください。ではお芋もうここで温まる前に入れちゃいますね。お芋をパッと、油の量はだいたい芋が潜るぐらい、きちんと浸るぐらい、はい、あ、いいお芋だ。はい、こんな感じです。少し待ちます。もうこの辺で私もちょっと10分にセットしておこうかな。はい、今度は弱火にしていきました。少しの間ね、辛抱ね。お、はい、はい、ありがとう。はい、これで今の時点で、温まってから10分弱火で揚げてました。はい、だけどちょっとねほらまだ色がね薄い気がするので、ここで、はい、中火ぐらいで色付けします。今揚げてる時にこの気泡がねブク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 言ってるの、これお芋の中に水分がいっぱいあるからなので、この気泡が少なくなった時がちょうど油から揚げ時です。もうちょっとかな。このポイントはやっぱりじっくり揚げること。私なんかせっかちだからもう早く揚げたいと思っちゃうんだけど、できればじっくり揚げて、そうすることでね中の水分が飛んでカリカリっとね美味しくもなるんでね。こんな感じでちょっとね色づいてきたね。
なんかね、あんまり色の変化がないように見えて、こうやって見えるかな、見えるかな、少しね、こうやって色づいてきてますからね、いい感じだと思う。はい、じゃあこの辺で、はい、あげたいと思います。こんな感じ。油切っときます。そしてこのフライパンの方の油は別の器にでもね移してください。熱いからね、気をつけてね、これね。はい、そしてこのフライパンのまま次は味付けをしていきますね。では味付けを、していきたいと思いますね。それのソース、タレを作っていきますね。まずこれ、今フライパン熱いので、そこに、材料をね、入れていきますね。火はつけてません。はい、お砂糖。大さじ9杯。そして、蜂蜜。大さじ1杯。よし、次。お醤油。小さじ1杯。みりん大さじ1杯。ごまは最後です。はい、それではこれを弱火でまずはやっていきましょう。結構ね、煮詰めないと水分っぽくなるというか、水っぽいの。だからちょっとゆっくりゆっくりね、煮詰めるような感じにしますね。このカラメルソースがプクプクするようにね、ちょっと待っててください。その間にバットにクッキングシートを、はい、引いて用意しておいてください。お芋も油が切れて、ほらこんな風になってます、はい、これだけはね、目を離さない方がいいね、焦げちゃったりするからね、はい、これね、なんかね、煮詰めないとパリパリっとね、そのさつまいもに絡んでくれなくて水っぽくなっちゃうの。だから冷蔵庫に入れて、これから、冷やして最後は冷凍をするんだけど、その時にパリパリってね、あんまりならないから、しっかりここで煮詰めること、これが肝心です。そんなにくるくるしなくても大丈夫なんだけど、この上に浮いてる泡が同じぐらいになってる方がいいみたいどうやら。あ、私めっちゃせっかちなんだけど、美味しいもの作るって時間かかるね、ちょっとね。まあ、お芋揚げるのに10分、それとこのカラメル作るのにやっぱ数分かかるけど、まあ、それでも15分ぐらいの話なんだけどね。あ、ポトって落っこった、飴が固まった。あららららら、ちょっとポトッとね、一滴ここに落ちて、今拭いたらね、キッチンペーパーがピタッてくっつくぐらいだったから、これがちょうどいいのかもしれないね。はい、ではここで止めます。そして、はい、さつまいも入れます。よし、これはパッといっちゃっていいです。よいしょ。はい、でこのまま混ぜます。お芋さん割れないようにね、しっかりね。今に固まってきちゃうからね。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じになりました。そしてここで最後に、黒ごま大さじ1杯分ね。はい、混ぜます。はい、ではクッキングシートを引いた、バットに入れていきますね。ちょっとここに油があるから気をつけないとね。よっ、このね、この飴はちゃんとしっかり、もったいないから全部かけてくださいね。少し広げます。ちなみの、ちなみに、ねっとりしてるけれども、このまま食べても美味しいよ。ホクホクで熱々のを食べても美味しい、美味しいんだけど、やっぱり
冷やしたりとかねした方がこうカリカリ感が、この飴のカリカリ感が出るので、コンビニとかで売ってるやつみたいになるからね。よしよし、はいはい、これで、冷蔵庫で冷やしますが、ひとまず完成です。カリカリスティック大学芋、美味しそうでしょ。このまま食べても美味しいよ。はい、それでは冷蔵庫で冷やし終わった、カリカリスティック大学芋を、いただきたいと思います。いただきます。ほら、冷やしたらね、こうやってちょっとポロポロな感じに、ポロポロっていうのかな、なんか表現の仕方があれだけど、カリ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 してる感じになってる。ほらね、いい感じでしょ。はい、ではいただきます。うん、固まった飴の部分がすごく美味しい。うん、簡単にできるのよ。私の料理の中では15分ぐらいかかるって結構時間的には多いようだけれども、15分でこの美味しさができたらすごくいいと思います。あとは甘いのがちょっと苦手だなとかっていう方は、醤油を今日小さじ1杯入れたんだけど、小さじ2杯とかにしたらもうちょっとしょっぱく感じるかな。そんな感じです。スーパーにこれからね、こういう大きいのとかができてくる、出てくるじゃない。そしたら、ね、たくさんあるから料理だけじゃなくて、こういう風にして作り置きのおやつも、作ってみたらいかがでしょうか。ということで今日は、最後まで見てくださってどうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。それでは皆さん作ってみてください。またねー。